東京へ旅行に行きたいけど、どこも混んでいて疲れそう。中高年くらいになると、ちょっとまったりできる街が良いって方も多いと思います。そんなあなたにおすすめなのはズバリ、巣鴨。理由その1、アクセスの良さ。山手線で東京駅20分、上野12分、新宿14分、渋谷21分、池袋5分、東京ドームへは地下鉄で14分、浅草までは23分。理由その2、市弁な割にはホテルの宿泊費が山手線内の相場の中でも安め。理由その3、年寄りが多い街なので落ち着く。理由その4、飲むのに落ち着けて安く美味しいお店も多い。というわけで、ガースモ駅に来ました。激戦区でございます。ホルモン二郎巣鴨店にやってきました。カウンター席もございます。一人でくつろぐにはいいですね。このようなデート席もございます。ドリンクメニューでございます。炭火がやってまいりました。シマチョウですね。はい、はい、これ塩です。軟骨とシマチョウが来ました。美味しそう。お、味変トッピングっていうのがあります。今月のおすすめ、馬肉ユッケっていうのもあるね。和組が来ました。豪華になったぞ。にまっこり畳んでしまいました。今日の宿到着です。アパホテルです。1階にお食事どころがありますね。チェックインいたします。このお部屋は12階です。吹き抜けになっております。チェックインいたしました。広い、下で新聞無料の今日の朝刊をいただきました。ちょっと読みたいので後で見ます。テレビがありますね。ここのいいところ、やっぱり混雑状況、大浴場ね、
湯、男湯、それぞれ、今の大浴場が見れるとこですね。これは素晴らしい。お水もついております。お水もついてます。さあ、わあ、わあ、なんかすごいいい景色。うわぁ、西日がすごいけど、今ね、西側なのであれですけど、夜は結構いいんじゃないかと思います。今日、巣鴨の夜を楽しみたいと思います。デスクも広めなのは、とっても嬉しいですね。うん、ございます。素晴らしい。そして、冷蔵庫は、こちらのハイヤー製の、冷蔵庫、着いたらすぐね、このスイッチを入れましょう、うん、これで万事 OK です。大浴場もあるようなので、楽しみたいと思います。ドミノピザとコラボされてるのかなっていう感じですね。大浴場、あー、いいなー。ちょっと大浴場は取れないんですけど、まあこちらもね、楽しみつついろいろ回りたいと思います。よし、あ、ドライヤー寝巻きこちらにあります。なるほど。こう、じゃあ中にね、紙コップなどある感じです。衛生的ですね。お風呂は14階です。はい、14階お風呂こちらです。玄武の湯。それでは行ってきます。夜です。巣鴨地蔵通り商店街に、時は食堂に来ました。アジフライでかい。さあ、これを飲んでフィニッシュ。さて、まっすぐホテルに帰りますよ。